皆さん、こんにちは。こんにちは。ガナー雅子です。本日、私は、現在衆議院議員会館に来ております。本日のゲストの先生をご紹介させていただきます。衆議院議員の原口和弘先生です、はい。本日はよろしくお願いいたします。こちらのどうこそ、ガナーさん、本当にありがとうございます。先生とは、オンライン上でインタビューに出演させていただきます。ね、こうやってお会いするのは、今が初めてなんですよね。そうですね。なんかもうずっと昔から、まあ、もちろんガナハさんのことはよく知ってますけど、オンライン上でずっとやってるんで、今日が初対面っていう感じじゃしないんですよね。 WCH にも本当にガナハさん海外から素晴らしい質問をしていただいて、その質問で回ってるんですよ。もう改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。もう素晴らしい議員連盟作っていただいて、本当に、日本政府が強大な、もう敵と私は思ってるんですけど、いや本当に日本を売り渡すバイデン政権と岸田政権が、このいわゆるパンデミック、もうトリーティーじゃないですね、パンデミックアコード、パンデミック合意の、まあ、震源地ですね、本丸ですね、はい、その本丸でですね、議員連盟を作ってくださって、 WCH 議連ということでですね、先日1月25日で第3回目の会合がありましたけれども、はい、本日は、この WCH 議連の活動の現状ですとか、はい、あるいはもう国民の一人として、これどうやったら我が国、我が身、我が家族、この社会を守れるのか、うん、もう本当にですね、死活問題ですね。死活問題ですね。そのことに関して今日はいろいろとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。まずは何からいきましょうか。まずこの WHO が何をこれまでやってきて、そして失敗続きの組織が次に何を企んでるか、でそれはもう待ったなしで、時間切れで時間切れで時間切れしてんにもかかわらず、ちょっと言うと試合で言うと9回のもう試合が終わって勝敗ついてるにもかかわらず、自分らで勝手に延長戦やってですね、勝つまでやるんだって言ってるのと同じなんですよ。こんなことが許されるんだったら、でしかも多くの世界の人たちは、まあだいぶ日本以外の国の人たちは気づいてるけど、ここ震源地だから、しかも今昔軍産複合体って言ったじゃないですか、軍の力がすごく強くて、そこと癒着したお金がすごかったけど、もう今は約3複合体、約か、もうアメリカの1年間の防衛予算126兆円ですけど、日本円にして、もうそれにはるかにでかい利権なんですよね。いまだかねだけ自分だけで、まさにこのパンデミックというかプランデミック、これを意図的に起こして、そしてパンデミックでもって緊急事態宣言して、そして自分らの例の注射を売りつけると、まあ、とんでもない話ですね。そうですね、うん、まあ、この間のプランデミックで、恐怖を煽って、はい、そして、お注射を広めた、はい、でこれは国によっては強制もありましたけれども、我が国日本では強制という強制ではありませんでした。しかし実質的な強制ですよね。もう最後は彼らは感染予防効果もデータを出すことはできなかったし、感染予防効果どころか重症化予防効果も、これガナさん僕の、例の注射についての質問収集書と答弁書なんですね、もう4年経ってるわけですよ、で1年後から例の注射をやり始めた、だからもうデータがあるはずなんです。じゃあこれ何のために何に聞いたんだと、データを出せって、簡単に言うとこの第212臨時会質問第49号というのはそれを聞いてるんですよ。答えを答弁書をご覧になったら分かりますけど、今から調べますって言って、今から調べます、簡単に言うとね、もうあまりにいい加減すぎて笑ってしまいます。いや、いい加減で、今から調べますって言ってるのに対して、じゃあ被害はどうかっていうと、もう日々出てるわけです。亡くなってる方、まあこれまでの例の他の注射で亡くなった方の数をこの40年間でもう今超えてるわけです。この時点でどれほどひどい薬害というか、これも人災だと僕は思ってるんですね。これを何としても止めなきゃいけない。で、それを次のディジーズ X って言ってるけども、次の、まあ、勝手に自分らが作ったディジーズ、疾病でですね、あるいはウイルスで、プランデミックを起こそうと、
してるとしか思えないんですね。失敗した組織に任せちゃダメなんですよ。だから僕が総理大臣だったら WHO に対するあの危機資金を全部止めますね、うん、そして脱退します。本当おっしゃる通りですね。今日 の, あの、まあ、テーマの、ええ、結論も今まとめて先に言わなきゃいけないけどだけどじゃあみんながそう思ってるかっていうと日本の場合もう8割売っちゃってますから。そうなんですよね。それでもう今健康被害、僕もがんだったんですね、悪性リンパ腫で。でそれは例の注射由来の、まあ、免疫力がドーンと落ちて、そして大細胞型微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫っていうむちゃくちゃリンパ腫の中でもこのなんていうか進行の早いがんだったんです、うん、で自分のがんを調べていく中でたくさんのお医者さんたちが逆に助けてくれて、だから天は見てくれてるんだなと思いましたね。もう今恩返しだと思ってやってるんです。ちょっと聞くところによりますと、同じように被害に遭っている国民のみならず、ね、国会議員もいるらしいですね。います。それは少なからず。だって国会議員だけあのよくね、国会議員は知ってるから打ってないだろうとか都市伝説で言うけど、ほとんど打ってます。そしてそれと分からずに苦しんでたり、分かってもうやっぱりこう健康のことって公表できないじゃないですか。公表してしまえば選挙に下がるから。僕だってあの自分が悪性リンパ腫っていうのをもう今寛解したからいいですけど、それは選挙にとってはむちゃくちゃマイナスですもんね。病気になってる人をあの日本を舵取りできますかっていう、そういう差別がありますからね、特にがんに対してね。ああそういうものもあって、でもこういった方々は、まあ、要するにな治療したいわけじゃないですか、ということは調べざるを得ない。そうだから調べて愕然としてるわけですよ。で僕のところに飛び込んでくる。国会議員で お助けルームになってるんです。国会議員お助け男お助け男もうあのまあ、そういう状況で、まあ、この WCH 議連の活動現状についてちょっとお聞きしたいんですが、はい、そうですね、これもともとですね、昨年の10月14日に大阪で大きな集会があったんですね、まあ、WCH とあの世界の WCH と連携した市民の方々が僕らを呼んでくれて、例の注射の真実について知ろうじゃないかと。被害がすごく多いし、そして次のプランデミックというか WHO の IHR 世界保健規則といわゆるみんながパンデミック条約って言ってる、本当はこれ条約じゃなくてさっきも言いましたけどアグリーメント、あるいはインストゥルメントって書いてあるんです。あるいはアコードって書いてある。つまり条約だったら僕ら国会議員は普通どう思うかというと署名と批准が必要なんですよ、条約だったらね。でもこれはアグリーメントですから それ吹っ飛ばすんですよ。 WHO の IHR については出席の過半数で取っちゃうわけです。これもガナハさんが海外からね、あの前々回のやり方についてもおかしいって言ってくれて、もう全くおかしいですね。それは逆に後でガナハさんにで、その会があって1300人ぐらい来て、そんで僕はそこで約束したんですよ。もう時間がないから議連を作ると、超党派で、あの自民党さんから共産党さんまであらゆる政党に声をかけて来てもらったんです。で当然ほら緊急事態条項とか反対してる共産党さんは真っ先に来てくれると思ったけど、まだちょっと来てくれてないんですよね。で共産党だけ所属議員がいない、いない。あとは全党、あとは、公明党の方も個人的に秘書さんが来てくれた。まあ与党の方もあの自民党平沢勝栄さんを共同代表にして、で松木健康さんうちの幹事長にして、そして、神谷さん、事務局体制に神谷さんと令和新選組の大島幕総裁になってもらって、まあ超党派でスタートしたっていうのが第1回、これが11月ですね。で12月に第2回目をやって、そしてこの間あの第3回目をやったと。でそこにガナハさんがもう抜群の存在感、とても海外からの参加とは思えないような素晴らしい質問を取り上げていただいて本当にありがたかったんですが、
第2回目に12月12日、はい、これはあの議論が白熱していく中で、ええ、まあ、この、WCT 議連の一番のそのなんて言うんでしょう、存在の大きさっていうのが、うん、これを国の代表として WHO で、議論に入っている政府の課の担当者が来て、はい、ブリーフィングをするという形だったじゃないですか。そうですね。で、そこで我々は現状を、まあ、質問をしたりして、まあ、知ることができると、これが非常にあの重要なものだと思うんですけれども、おっしゃる通りです。その第2回の時に確かですね、これは深田萌さんが質問されたかと思うんですけど、はいはい、でパンデミックの定義が何なのかっていうのを確か聞かれたんですよね。吉野俊明さんと深田萌さんがデフィニッションについて述べようと言ったんですね。で、担当者からパンデミックの定義がないという話が出たと。そうです、そうなんです。で、あそこの文章には何て書いてあったかというと、デフィニッションっていう定義っていう言葉じゃなくて、ユースオブタームっていう言葉、うん、パンデミックっていうのは私たち WHO はこういう使い方をしますよと。要するに定義のないものって最も怖いことですね。そしてその今第2回もおっしゃって、第1回もそうだったけど、これは国家主権の上に立つもんじゃないか、あるいは1回目でもう出たのは自由とか、個人の尊厳、基本的人権ですね、これを犯す条項が入ってるんじゃないかっていう質問だったんです。で、ところが、いや、そんなことあるわけありませんっていうのが政府の答えだった。だけどこれにはトリックがあって、あの第1回目のあれをやった後ですね、たくさんの国会議員が結構国会で初めて質問してくれたんですよ、これ、うん、で、そうすると答えは何かというと、いや、そんなことあるわけないでしょと。あるわけないと言いながら契約ですから、アグリーメントだから、あ、ほら、この契約にサインしたでしょって言われたらもうそこで終わりなんです、これが一つの大きなトリック。それからこれはもうガナハさんが当初からあの暴いていただいたけど、もう毎回毎回手続きと期限と採決がもういい加減そのもの、そこのところがこの間明らかになったんですね。第1回目の WCH の議連の時には、あのこの1月27日2024年の1月27日がテドロス氏が出す最終の案の期限だって僕らがもらったペーパーに書いたんです、うん、向こうからもらったペーパーですよねで、それが3回目の時はないんですよ。え、なかったんですか。なかったんです。ほー、なかった。それをね、ガラハさんが質問してくれたじゃないですか。それをつないだら、いや、WHO の法務部は必ずしもそれがあの IHR の55条違反っては言ってないって。おい、ちょっと待てよと。3ヶ月前にあなた方なんつってたでね、やっぱりあそこで議連立ち上げてよかったんです。もうたった3ヶ月だけど、この間で言ってることが変わってるでしょ、政府もそれから WHO も、うん、で、それが国民の皆さんにだいぶ浸透してきたなと思うし、あの WCH の議連もあそこをフロープにしてたんで、みんながあそこに入んないんですかって街頭とかで国会議員に、選挙いつあるか分かんないみたいになってるじゃないですか、それで呼びかけられたら、いや、パンデミック条約とか知らないとか言えなくなったんですよ。まあ、それはすごく、だからあのあと私も入れてください、俺も入れてくれっていうのを次々と来ましたね。この今現在議連は何名で構成されてるんでしょうか。今79人あ、79名ですか。79人、もちろんこれ出入りがあります。出入りと言いますと辞めるんですか。つまり辞める人もいる。あ、辞める、圧力っていうかな。だからまあ今言った数字はあの公式的なあのアカウントではない、コアの人はやっぱり30人、で、1回でも参加してくれた人を入れるとそうで、なんで来ないのって言ったら、ちょっと遠のあれがあってとかっていう感じですね。それから、お前らは反枠だろうと、うん、俺とは思想が違うんだとか言って、あの、あまりにもあの過激な運動体にするなと、お前が過激、僕が過激だから、あれ勉強会だろうがって言ってあの、いなくなった人もいます。そこは正直に言ってたらいいですよね。まあ、でもあの先生、76、79名
一度一回なり、まあ、来てくれた、あるいは秘書さんなり来てくれた人と、いうことはその辞めざるを得なくなってもその人個人の国会議員からしたら関心があって、そうです、参加するってことは相当自分ごとに感じないと参加しないんじゃないですか。参加できないし、まあ、もちろんね、僕がギリで来てもらいたいとそれは平田さんもそうかもわかんないとにかく来てくれ、もうとにかくもう分かんなくてもいいから来てくれって言って来てもらって、でも来たら分かるわけです。例えば、ね、鈴木宗男さんみたいにね、うん、これおかしいじゃないかと今の答弁はと、うん、そういう有力議員がどんどん来てくれましたよね、あの上田清さんとか、もうやっぱりこう日本を守ろうっていう人が、国民の命を守ろう、健康を守ろうっていう人がわって来ましたよね、うんうん、もうこれが、まあ、どんどんもっともっと増えていってほしいと思うんですけれども、で、まあ、いろんな国会議員の先生方が、まあ、何名かそんなに多くはないと思うんですけど、うん、質問収集も出して、はい、政府への回答が来ていると思うんですが、原口先生が出された質問収集書、はい、こちらの私の手元には、はい、質問収集書、国際保健規則パンデミック条約に関する質問収集書と、もう一つがちょっと YouTube で言えない新型コロナお注射の効果及び副反応による健康被害救済に関する質問収集書、令和5年11月15日提出、質問第49号と質問第55号があります。先ほどお話しされた効果は今から調べますということで、はい、まあ失笑なんですけれども、本当にね、まあ簡単に言うとそういうことですね。でもう一つの国際保健規則改正とパンデミック条約に関する質問主意書、はい、これはどのような回答が来たんでしょうか。これはですね、別紙答弁書を送付するということで、はい、1番目の質問は何かというと、このこれの交渉についての政府の見解を示せと言ったんですが、引き続き積極的かつ建設的に参加していきたいと。要するに主犯っていうかな。主犯。はい。それから2は何かっていうと、この作成の中身を教えろと。ね。それは、改正後の IHR パンデミック合意の内容とほぼ変わらないものなのか、改正草案事務局案に大きく変更されるのかということを聞いたけど、今交渉中だから、お尋ねについて予断を持ってお答えすることは差し控えたい、うん、3についてもですね、3はあれですね、ええ、この IHR 国際保健規則 でいろんな各国からの案が出されて、はい、またそれを取りまとめとかいろいろあるんですけど、はい、その中で人間の尊厳、人権及び基本的自由を完全に尊重するという項目が現在のものにはあるんですが、それを消すっていう案なんですよね。そうです。それに関してはどういう政府は回答があったんでしょうか。ご指摘の改正については現在交渉中であり、お尋ねについても予断を持ってお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ政府としては人間の尊厳、人権及び基本的自由は尊重されるべきものであると考えているって、それはそう考えてなきゃ大事でしょうよ。ね。で、要はその条約がどうなるんだと、あるいは規則がどうなるんだって聞いてるけど、分からんって言わんと答えんって言ってるわけです。はあ、これは本当に恐ろしい話。恐ろしいでしょ。だってもうこれご覧の皆さんも5月には決まるんですよ。うん、でももう分からんって、この間の第1回の時もそうだったですもん。もうあと2週間しかなかったけど、例の59条に対する態度はどっちなんだと、今交渉中であり予断を持ってお答えすることを差し控えたいと、2週間後でしょと、あなたがどう答えるかを言いなさいよって、はい、ね、いやちょっとまだ分かりませんと、分かんなきゃ2週間後にじゃあ誰と議論するのと。で、僕はねその時金原さん、現職大臣たちもこれ知ってるかと、君たちも知らないうちにこんなの進められてるよって、こんな恐ろしいことないでしょと、うん、
知らなかったんです。安全保障なんとかかんとかいるでしょ、知ってなきゃおかしいでしょ、まさに国民の命と安全健康そのものですから、いやこんな感じなんですよ。5についてもご指摘のパンデミック条約の作成についてはもう現在交渉中、これ救済を受けた健康被害の救済のところを聞いてるんですよ5は、で制限がする条項が盛り込まれる、もちょっと救済の期限を短くしたり対象を狭くしたりするんじゃないかと言ったことについても答えない、この、接種による健康被害を受けた方に対する救済を制限する条項が盛り込まれるとの指摘があると、はい、これに関してどうかと聞いたらまたお答えを差し控えると、余談を持ってお答えすることは差し控えてる、どうかそれはありませんとは答えないんですよ、そうさせませんとも答えないですね、おかしいですおかしい、どうも答弁になってないんですよ、こういうふうな政府を正そうとしてものらりくらり、で期限を、時間稼ぎをして期限になって、そして後のお祭りみたいな手法を、政府は取っているわけなんですけれども、これどういうふうにして国民側あるいは議連としてですね、これ阻止、戦っていけるものなんでしょうか、というか批准とかの手続きがなければ実質戦う方法はないんですよ、つまり、国会に聞くことはないんですよ、国民に聞くこともない、ああこれ決まりましたよと、あとは脱退しろっていうことを政府に言うしかないんですよ、極端に言うと、でもそれだったらもうあんまり能がないじゃないですか。だから今僕らは何やってるかというと、各国の議員たちがレターを送ってるんです、ガナハさんがこの間ねおっしゃった、59条の時もちゃんと採決されてたのかと、2022年に行われた改正の、ね、改正のところですね、出席してる国は何カ国あったんだと、そして何カ国の賛成で成立したんだと、どう見たってあの議場見たって過半数いないですもんね、ガラガラでしたもんね、ガラガラ、つまりもう手続き上はおかしいでしょうと、このレターを送ります、そしてもっとやっぱりただ国民の皆さんにはやっぱ半数以上がこれを気づいてもらわないと、でもねこの間厚労省の方が亡くなられたんですね、それはこの注射じゃないかって言われてる、で役人であろうが国会議員であろうがね、この薬害から自由であることは打てばその人だけ特別な注射があったかというとありゃしないんだから、だからその被害が広がっていくにつれてやっぱりまずいと思ってる人の数も増えてるんですね、でもねこれも、歯医者の論理でそんな被害が出るって分かってるのは一刻もなくまず止めなきゃいけないんですよ、そうですね、止めなきゃいけない、だからこの49でここ聞いてるんですけど、他にやってる国あるかと、こんな6回も7回も、そしたらこれも答えが返ってきて、あると、あるんだったら名前を示せと言ったところですね、これどっちだっけ、49です、こっちの49の答弁書はですね、お尋ねについては全ての国の状況を網羅的に把握しているわけではないが、例えば米国、イスラエル、英国、カナダ、ドイツ及びフランスがご指摘の全額公費負担で5回を超える新型コロナワクチン、おっと言っちまったお注射を、でこれここに書いてあるとね、書いて引用です、ね、引用ですから政府の答弁書の引用です、そうそう、バンするんだったら政府をバンしろこの接種を国民に受けることを可能としている国と承知していると、たったこんだけです、しかもこれももうやめてるんですよ、日本だけなんですよこんなこと、だから即止めなきゃいけない、でも僕毎朝これ動画やってて、ガナハさんの動画を見た、萌さんの動画を見た、でこれで説得しました、家族を説得しましたという人も増えてきました、ああそうですか、増えてきた、それは本当に
嬉しいというか、うん、これをもっと広げないといけないと、ね、そう、もっと広げないとダメ、うん、先生、私もですね、このいろいろ調べる中で、はい、その日本政府はもう頼りないどころか、これを推し進めている、うん、とんでもない政府であると。そうです。で、そうなると、でまたあの WHO は各国で目覚めた我々が対抗しづらいような方法で戦いを仕掛けてきてるじゃないですか。そうです。非対称の戦いを仕掛けてきてる。そうです。自分たちで情報を囲い込んで、しかもさっき言ったように延長線を勝手に決めてるんです。で、そこでですね、でもどうにかしてこれを対抗できる方法がないのかとか、やってることはデタラメなんですけれども、これをどうできるかといろいろ考えてみたんですけれども、うん、で最近あの各国での動き、うん、例えば EU ですとか、うん、南アフリカ、イラン、うん、スロバキア、エストニア、あと、フィリピン、ニュージーランドも、はい、あのちょっと聞きましたけれども、その政府、あるいは政府全体の意思でなくても、こう、まあ、国会議員が連名で、先ほど先生がおっしゃったような書簡を送っている、はい、という動きがあるじゃないですか、はい、これはとっても私も有効だと思うんですよ。有効です、有効です。で、その例えば WHO のこうルールを、自分たちのルールを無視した方法 で進めていますけど、これがなんかあの推し進めていっているので、あたかも止めようとしている側からすると非常に厳しい戦いに見えるんですけど、はい、彼らは勝っているように見えてもすでに負けてると思うんですよ。そうです。というのも無効なんですよね。ね、無効です。無効なんですよね、おっしゃる通り。それをあの国民にもっともっと知らしめる必要があるんじゃないかなと、他国の動きも見てもですね。全くその通り。例えばなんですけど、2022年の5月にこの拒否する期間ですとか、うん、何かが採決された後にこれが施行される期間が短くなりましたけれども、うん、はい、それを自体を拒否するのは1月27日だったじゃないですか、はいはい、1月27日過ぎてしまって、で日本政府はこれを拒否はしませんでした、はい、でもそれ自体が、それあの去年の11月でしょ、その59条のことでしょ、今の、そうですね、そうですね、11月ですね、11月の末だったんですよ、はい、でそれも日本は拒否しなかった。拒否しなかったですよ、はい、でも拒否するべき対象が無効だったんですよ。そうです、そうです。っていうことは、その新しいルール自体が無効であると、うん、そうなんです、全くそれでですね、うん、あのこれは何違反になるんでしょうか。 WHO の規則違反ですよね。違反ですね。 IHR の55条違反ですね。そういう形でですね、あの WHO なのか国際機関なのか、あるいは日本の裁判所に、その国際機関がルールを無視していて、でそれを日本国に押し付けようとしている、こういう感じでですね、訴訟することもできます。訴訟できるのかなと、あのそれはもう完璧にできると思いますね。世界の司法の場に訴える、あるいは日本の司法の場に訴える、それからもう一つはこういうのを隠している製薬会社に対して訴える。だから今株価が見てもああいう具合ですよね。やっぱり嘘を言ったり何かやってる人は生き残れないんですよ、うん、だからガナハさんおっしゃってるように、彼らがむちゃくちゃやって勝ってるように見えるけど大こけしてるんですよ、うん、それは法と正義のないところに正当性はないですから。デュープロセスがないところに何がパンデミックだと、何がその緊急事態宣言だと、パンデミックを緊急事態宣言してするなんてありえないんです。ところが日本はね、金さん、その震源地だからというか主犯だから、どん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 その憲法にも緊急事態宣言を入れようとしている。それから今度は4月になると何が出てくるかというと、地方自治法の改正が出てくるんです。地方自治法の改正って何かというと、国がこう決めたら地方は逆らうなってやつなんですよ。うん、ということは、例えばこの例の注射で言うと、これはまずいと思って泉大津の南出県知事長のように市民に寄り添った動きができなくなるんですよ。だから本当にね、二重三重に悪質だから、僕は動画で毎日、官僚の皆さんも心があるんだったら、あなたの家族もこれで同じようになる。あの後で言いますレプリコンもそうですね。レプリコンなんとかっていうのは簡単に言うと忍者みたいな
注射なんですね。忍者って分身するじゃないですか。自分と同じものを分身して、しかも変化する、ドロンと化けるわけですよ。そんなものを町に放ったらどうなるかって、もう火を見るより明らかじゃないですか。だから負けてる人たちっていうか、今回のプランデミックにも大負けしたわけです。 WHO っていうのは失敗した組織なんです。失敗した組織が次のディジーズ X に自分らが、はい、私たちの権限強化します、してくださいっていうのは、それこそ泥棒がさらに鍵穴をいっぱいね開けられるようなことをやらせてくれって言ってるのと同じなんですね。ちょっと泥棒に例えて WHO 悪いけども、まあでも本当にこのステークホルダー見てみても、製薬会社、そしてその一部の財団、いわゆるグローバリスト、これに支配されてるとしか思えないですね。うん、そうですね。あと、まあ、そのレターを書かれるというふうに先生おっしゃっていましたけど、はい、私も、各国の動きを見ようと思ってですね、これレターですね、はい、見たんですが、これは EU の、議員が連名で WHO に去年送った、送ってますね。僕もこれ見ましたですね。これはその、WHO の改正、IHR の改正の時に、過半数が出席しないと採決ということをやっちゃいけないと、はい、何名出席して何名が賛成したのか、この数字を具体的に、うん、出しなさいという手紙です。だからこの間ガナハさんが海外におられる時、これを読んだんですよ僕は。要するに根拠を示しなさいと、採決の根拠を示しなさいと。示せなかったですからね。そうですね、うん、また同じような内容なんですが、うん、これはですね、南アフリカの、はい、まあ、議員が自国の政府と、そしてまた、テドロス議長に送った、うん、まあ、同様の内容に、ね、はい、まあ、なって、これいいですね。ちょっとコピーさせてもらって、はい、ぜひ、まあ、こういった動きでですね、いけば、であとですね先生、はい、5月に向けていっぱいミーティングを彼らはやる予定じゃないですか、はいはい、でも5月に採決するためには1月27日に出さなきゃいけないわけですから、もう今年の改正は不可でゲームオーバー時間切れでしたね。時間切れです。いや本当ゲームオーバーなんです、うん、何議論してるんですかと。そうですよね。ところがこの間の第3回の WCH の議連で厚労省がやってるって、いや必ずしも55条違反って、WHO の法務部は言ってませんって。おかしいだろ。自分らが決めといて、しかも自分らも3ヶ月前に僕らにこれが期限ですって言っといて、うん、で結局間に合わなかったから、もう簡単に言うと夏休みの宿題8月31日に出せなかったから、いやー8月31日とか言ってましたけど、実は9月31日でもよかったんですって言ってるのと同じなんです。もうだからとんでもない人たちなんですよ。うん、